こんにちは田中みやびです私ですね、フリーランスで合成作家、リサーチャー、ライター、翻訳などをやらせていただいてるんですけれども、今日はですね、ま、この動画が出る頃にはちょっとタイムラグがあるんで、ま、正確にはスイーツ前になると思うんですけれども、えー、昨日私、あの夜中にあ,のある映画を見まして、非常に感銘を受けたので <laughs>、 それについいいてて語ってみたいと思います、えー、ちなみに私あの映画レビューとか映画見るのすごい好きなんですけどレビューとかするのはあのそんなにレビューできるほど頭が良くないのであのただの感想になってしまうしもしかしたら英語本編で全然関係ないことを言ってしまうかもしれないんですけれどもその辺りは私の捉え方ということで受け取っていただければと思っております昨日あの夜中に見たタイトルというのが あの君の膵臓を食べたいっていう、えー、映画だったんですね。あのこれ浜辺美波さん、えー、北村匠海さん、えー、あとはあのーまあ、彼らの,がせ、えー、あの,その北村匠海さん役が青年になった役を小栗旬さんが務められてて、あとは北川景子さん、えー、あと上地雄介さん、えー、あと山本雄馬さん、えー、などなどが、えー、も出演されてるんですけれども。まああのー 図書館で近くの図書館で借りたんですよ、この作品。たまたま僕の通っている図書館のがあの無料でいくらか映画 DVD 揃えてるんで、そこで借りたんですけれども、いや、正直最初は、ち,ちょっとしたあの恋愛映画なのかなぐらいのもので捉えてたんですね。よくある恋愛映画的なものなのかと思ってたんですけど、いや、もう全然。 僕の年齢もあるんでしょうけどもいやこの年齢でこういった映画を見,、えー、見たらあのご覧になった方思ったかもしれないですけれどもいや本当にもう涙が、えー、出そうになりましたあの恋愛っていうわけじゃないんですけれども友達以上恋人未満が、えー、ずっと続いていくような、えー、映画なんですけれどもまあ、えー、主人公の志賀、えーまあえー、春樹くん 北村匠海さんと小栗旬さんが演じ,演じられた役があるんですけれどもまあえいつも一人で過ごしててえ本とか読むのが好きであのクラスでも存在感がなかったで大人になってからもそれが続いているっていうえ人がいてえまあクラスメートの,あのクラスのヒロイン的なマドンナ的な存在の子からまあえまあえひょんなことをきっかけに。 興味を持たれも、まあ、元から興味があったというような話だったと思うんですけれども、えー、そこから2人の、えー、恋人未満友達にも以上恋人未満みたいな関係が続いていくという話でただその、えー、ヒロインの浜辺美波さんの役が、あのーまあ、水蔵臓の病気を患ってて嫁行くばこもないということで本人その北村匠海君、えー、春樹君、えー、だけがそれを知っているというような、えー、状況ができてしまって、えー、そこで2人であの生きて2人でその 残りの1年間余命までの1年間っていうのを過ごしていくっていう話なんですけれどもまああのー、僕がなぜすごいシンパシーを覚えたかっていうと、あのー、僕がその、まあ、高校生とか中学生の頃とか僕普通に全然友達とかいたんですけれどもあのー、彼ほどその北村くんが演じた春樹くんほどその、えー、教室で一人ぼっちだったとかそんな話じゃなくてもちろん中学時代はもう。 クラスメート男子,男子女子全員と話せたぐらいなんですね、分け隔てなくえ。ただですね、大人になってからっていう、僕、むしろ大人になってからの方が、あのまあ、こういう仕事してるから、しょうがないんですけれどもあの、一人で過ごすことっていうのは嫌が多いにも増えてきてしまって、まあ、やっぱりその、えー、まあ、孤独じゃないですけれども、えー、まあ、 ええー、一人でいつもいるなっていう部分はすごく、えー、抱えてるんです。これはもうサッカーやってたらもう仕方ない仕方ないっちゃ仕方ないんですけれどもね。えー、ただそれでねえー、それで僕のなんか自分と被った部分がすごいあってえー、で今すごく印象的なセリフが一つ残ってるんですよ。これあのー、印象的だったらとらえた方多くないかもしれないんですけれども、ハルキくんがあのー、まあそのー ヒロインの濱家み南さん演じること、ちょっとお名前忘れてしまったんですよ、キャストの名前。それで、ストーカー扱いされるんですよ。別にあの彼女からストーカー扱いされたわけじゃなくて、なぜ彼女と仲良くしているんだって理解してくれないクラスメートの子からストーカー扱いされてるみたいな状況になっちゃってて、その浜家みなさんの方にあの相談するんですよ。なんかストーカー扱いされてるんだけど俺って言われえ僕ってえ言うんですけど、あ、それは君が。 えー、君が、あのー、分かってもらおうと誰かに分かってもらおうとして心を開かないからだよって花見みなみさんの役が陽、あのー、樹くんに言うんですねそう思われてるってことはってそれ見て僕あの <laughs> 役の年齢の子からしたらすごい年上なんですけどああすごい痛いほどぐさってきた感じなんですよねなな何気ないセリフなのかもしれないんですけれども ああそうかああ、なんかそう振り返ってみれば、いや僕もやっぱり若い頃とか、えー、まあ、ちょっと人を避けてた部分ってなきにしもあらずだったなと思うんで、えー、まあ、えー、なんで結構今、えー、まあ、えーまあ、友達が多くはないんですけれども、えー、とそれで、まあ結構、まあそういった影響っていうのも出てきてるのかなっていう部分はあったりはして、それで、 まあ、その、まあ、ちょうど僕自身もやっぱり今40歳ぐらい40を迎えていて四十歳を迎えていて、まあえーまあ、これからはもっと人に対して何というか貢献していけるような、えー、人になっていきたいなっていう部分はあったりするんでそういう耳で、あのーまあ、自分からもっと社会にで。 コミットじゃないですけれども、まあ、無理しちゃいけない部分はもちろんあると思うんですけれども、えー、参加していけるように、えー、まあど,どんな形でもなれたらいいなと思っていてで、まあ、自分の存在ってものを知ってもらうためにこのチャンネルも始めた部分っていうのはあるんで、まあ、そこがすごく今の自分の状況ともちょっと似てるなっていう似てるというか、えー、まあ心に響くセリフだなっていうふうに、えー、すごく、えー、思いました、えー、もう一番印象に残ったのが、えー、その セリフだったんですよ、えー、でそしてあのやっぱりそのストーリー自体もなんかこの「君の水臓食べたい」っていう映画結構公開当時すごく話題になったら話題になったと思うんですけど僕はちょっと <laughs> 見てなかったんで今回初めて見させていただいてあすごくえー、な,なぜこれが、えー、めちゃめちゃ人の心を掴んだのかっていう部分が、えー、すごいえー、理解できましたえー、いやそうですねあのちょっと似てる映画で 声の形っていう映画があると思うんですけどご覧になった方いると思うんですけどアニメであの最近テレビでもやられてたかなと思うんですけれどもあの主人公の子もあの昔はいじめっ子でガキ大将みたいな存在だったんですけど途中からいじめられる存在になって高校ではなんか自分の存在を消してたっていうような、えー、ストーリーが書かれてたんですけれどもでそこで最後あの自分の中の仮面が取れていくことによって相手の仮面も取れて、えー、世界が広がるっていうような、えー、ストーリーだったと思うんですね。 なんかそれもすごい思い出してどこがちょっとリンクするのかっていうと、えー、うまく例えられないんですけれどもなんかそういうふうに、えー、思うことがありましたでですねやっぱりその最後その浜美波さんの役の子、えー、まあ、えー、その膵臓の病気じゃない理由で亡くなってしまうんですけれどもで彼突然亡くなったからその彼の残したメッセージとかも受け取れず、えー、大人になってからもそのまあ えー、彼女の変わってほし,しいというかそ,のそうなってねという願いを叶えられずに、えー、過ごしてわりかし一人で、えー、いたと思うわりかし一人で過ごすっていう部分がまあちょっと人の死を経験してもなかなか人って変われないっていうところもすごくリアルだったなと思うんですけれどもまあ、えー、そうですね、えー、やっぱり、えー、人ってまあ一人では、えー、まあすごい月並みなしていくんだって申し訳ないんですけども一人では生きていけないっていうのは確かにそうなので。 なんていうかその私も今年になったらすごく感じるところなんですね。えー、なんでそういうところで、まあ、すごく、えーまあ、大人になってもなかなか変われなかった自分に最後にその、えー、彼女が死ぬ、ま、亡くなる間際に残したメッセージっていうものが大人になってからどこにあったかそれに気づくことができ、えー、で最後に、えーまあ、声の形につながるみたいなところがあ声の形と似てるような部分があるんですけど、えーまあ 友達になっっててくださいって、えーまあ、残された人たち大切な人たちに言いに行くっていうようなすごいネタバレになっちゃったんですけれども、えー、そういう部分がそういうところが描かれていてまあ最終的にあの映画で伝えたいってことは恋愛映画の一種ではあるんですけれどもやっぱり人とつながりを持つことの大切さとか。 まあ、あともう一つ印象に残ったのが,、あのー、人,とが人と一緒にコミュニケーションするのはここも浜辺美奈さんの役の子が言ったんですけど面倒くさいし嫌いになったりするし好きになったりするし縁が切れたりもするしでも,、えー、さでもだからこそ価値があるみたいなことをいっしゃ、えー、言ってるんですけれどもいや,やっぱりその人のつながりを避けるっていう。 文化,って文化というかの考えというか、結構面倒くさいみたいなえところって今結構現代になってくると話題に,話題になっているというか、そういうふうに過ごしてしまう人たちっていると思うんですけれども、僕もかつてそういう一人だったと思うんで、ただ、それやっぱり先ほど申し上げたように人は一人では生きていけないので、そういうえなんかえまあ多少お金をかけたりとかえ面倒くさいことがあったりしてでも、ま、あ えー、人生を重視させていくにはあの人とのつながりっていうのを、まあ、あの映画のメッセージだと思うんで、まあ、気づいていくこと、まあ、どんな年齢からでもすごく大事だと思うし、えー、ど,んなどんな年齢になったとしても多分それは、えー、自分の意識次第でできることだと思うんで。 自分も大切にしたいし、えー、もしあこの映画をご覧になった方、えー、それを大切にしていっていただけるような人生を歩んでいただけたらなと思うしもしご覧になってない方は、えー、もしよければ、えー、ご覧になっていただきたいと思っておりますはいちょっと矢継ぎ早に感想を話してしまったんですけれどもあうまいレビューになったかどうか分かりませんが、えー、もしあのご覧になった方とかコメントいただけたらとても助かります ご覧なこの動画をご覧になっていただきありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。それでは。